い、というわけで名古屋交通局参加の名古屋駅前の地下鉄に来ましたね。これが交通状況ですね。夕方の交通状況ですね。ちょっと遠かってすみませんね。あちらには珍しく数名の駅に来ましたね。結構ね、まあ今日はちょっとこっちね、まあ地下鉄もあるんやったら絶対ね連結してるわけ、連結化してる、連結してるわけです。絶対つながってるはずです。普通はつながってるんですよ、こういう車。おうおう、ちゃんとつながってるんですよ。で、こういう、これまだね、まあ見てみましょう。こういうことですね。ね、さっきのね、大体つながってるね、普通はね。ね、今日はちょっとここね、ね、中が見られたんですけどね。まあ色ね。見てみましょう。まあ、ちょっと見てみましょう、地下です。ね。もう大丈夫。ほんで、これからもちょっと、そして、これ三井住友ね、信託銀行が、あの、各社のね、会社の株券を、ね、管轄してるんや。そう、こういうことですよ。してね、東芝も平和堂もそういうここなんや、ここに委託してね、フィナンシャルグループ参加やって、まあ株券か、株主じゃなくて株券、株主はどこでもいいんや、もう今ね、どこでもいいんやって、名古屋港銀行でもそう、ここの三菱、ね、三菱シャルグループどこでもいいんや、もう今ではいうこと誰でもことですね。純駆動です。市原さんのねよくねちょ本ね販売してる場所ね。今日はちょっと街の散策したいね。なかなかな、ちょっとまあネタ切れっていうより結構ね、結構面白いですよ、こういうの。ね、こういう、これがね、周辺の交通状況ですね。状況ですね。こういう自転車専用の ATM もあるんで、ね、ATM もあるんで、そう。ね、いっぱいありますからね、ソフト。まあそう、今日は待ちます。この前はちょっと慌てて、なんでしょうね。まあいいんだけどね、こういうとこめったにねえ、そうねえ、結構もうね、こういうところもありますからね、めっちゃからね、ユニモールっていう意味を申しました。これはユニバーサルとモールって意味、そういうユニークな、いや、そういうことですね。まあいろいろあるんですけどね。いや、びっくりした、名古屋港でまだこういう抗議集会やってるの、びっくりやだもん。まあちなみに抗議で、ね、抗議ってチーデイっていう発音してもいいんですよ。皆さん聞いとね、ね、試しにさチーとか発音してみ、多分通用します、多分通用します。試しにやってください。
ちこみのみのやってください。多分そうやしますけど。まあ、いや、まあ、そう、あの違う、この、そう、静岡と三重と、そう、この4地域が、そう、日本の聖地やったんや。集約してたよ、ここに。もう、そういうことです。もう、あんな住所、ほっときなさい。もういいんです。あいつ。もういいんだ。自治権ないんや。全くないんやんけ。ないんや。もう全くなかったよ。そう。って言ったんや。もう、なかったんや。もう、そういうことです。なかったんや。こういう、ね。まあ、こういう。ね。これが現在の交通状況ね。あ、いろいろあるやな。ちなみに市営のっていうか、あのここら辺のバス、市内のバスしてはちょっとこういう土日、あ、袋に入れてんやけど使えるんや。ちょっとここも散策したいな。まああんまり因があるけど、いろいろ結構ね、私最近麺類にこだわる、こういう、ね、まあさすがですね地元。これね、ひじえね、ハイジーになってもね、ハイジェイ町になってもね、ハイジェイ町になってもね、ハイジェイ町になってもね、このジェイわかる？いいんやんですよ。いいんや、そう、もういいんですよ、あと、いいんや、いいんや。ね、こちらがいい交通状況ですね。交通状況ですね、皆さん。もう歩いてるんじゃない。なんかこういう場所もあるんですよね。ちなみに別に歩いていいんや、近づいて。まあこういう場所もありますからね、いろいろ。さあ、こういう、あ、空はこんな状況ね。さあ、これ明るいよ、皆さん分かる。もう春になった証拠。そう、もうこれはね、で夏に行こう。春と秋はね、何かの季節、夏と冬に行こうするみたいな。今南半球はもう秋に入ったんや。そう、あ、6月から冬になるんや。そういうする場合もあり、いや、そういうね、こういう場所はありますからね。はい、アメリカ大使館、国連の事務所もあるすごいね。まあこういう場所ね、ちょっと、うん、こちらが施設内の状況ですね。まあこういう場所もね、こういう各いろんな団体の、ね、構えてるんでな、それね。で今日はちょっとなんか NGO 集会がね。ここでもね、チャオさん講演会です、ね、なんでいつも閉まってんやけどね、なんで福岡県があるんでしょうね。なんでなんであるんでしょう、ようわからんけどね。まあ、よいしょ。
そういうことでした。まあまあこういうさあ今のね途中で切ります。それじゃあまあこれサムネするためにはちょっとわざとやってるんでな、ふざけてなんかいないから、別に手信号でもなんでもない信号でもなんでもないね。そういうわけでした。以上です。